本来ヌプシってこの切り替えのパターンのやつがあるじゃないですか、ツートーンのやつ。丈的に多分ぴったりだと思います。これおすすめじゃないところもあるんですよ。はい、本日はですね、こちらノースフェイスを代表するヌプシシリーズのショーツをね、ご紹介していきたいなと思います。ということで、こちらショーツなんですけども、一点先に謝らないといけないことがあります。それはですね、黒買って申し訳っていうことで、黒を買ってしまったところを謝らなあかんっていうところが一つと、公式サイト見てもらうとわかるんですけど、レビューが非常に少ないんですよ。やけど僕の視聴者さんから、これヌプシショーツありますよって去年も言われておって、ずっとある割にはなんかレビュー少ないなっていうのが、なんでレビュー少ないかもなんとなくわかりましたんで、ご紹介していきたいなと思います。まずはですね、ヌプシショーツって言って、こっちに、カラーものがあるかなと思うんですけど、これ今回ブラックを購入します。本来ヌプシってこの切り替えのパターンのやつがあるじゃないですか、ツートーンのやつ。あれが、ジャケットとかでもこういう感じでね、あると思うんですよ。で、それの、パンツバージョンなので、答えから言うと、まず最初に謝らなあかんところとしては、ブラックを買ったら意味ないんですよね。だから、ブラック買ってる段階でアウトなんですよ。これほんまカラーもん買わな、ヌプシならではの良さが出えへんかったんですけど、その辺に関してはちょっとお許しください。久々にちょっと関係ないけど、ヌプシもちょっと着てみます？なんか無性に夏場ダウン着てみたくなるっていう。なんかありません？そういう衝動。うわ、懐かしい。冬って感じする。めちゃくちゃ。冬場やな、これは。なんか懐かしいですね。皆さんもどうですか？懐かしいでしょ。これちょっと関係ないんですけども、ヌプシショーツね、紹介はしていくんですけども、今回ね、サイズがですね、L サイズで購入してみました。なので一回 L サイズをね、履いてみたいなと思います。ちょっとレビューとかやったら、丈の話もされてる方いらっしゃったんで、どうなんかわからないですけど、はい、とこんな感じになっております。丈も別にそんなにめちゃくちゃ長いわけでもないし、めっちゃ短いわけでもないから、バーサタイルショーツとかちょっと比べましょうか。バーサタイルショーツよりやっぱりちょっと長いですね。長さはどれぐらい長いかっていうと、3センチほど長いので2インチぐらい長いかな。バーサタイルミットも比べましょうか。ミットで比べたら、あ、ミットの方が長いわ。ミットが6センチぐらい長いから、これ朗報かもしれないですね。バーサタイルショーツを持ってたり、ミット持ってはる方がこれ見ていただいてると思うんですけど、ショーツじゃ短い、ミットじゃ長い、多分こういう人いてるんですよ。それの方は丈的に多分ぴったりだと思います。ただこのヌプシショーツに関しては丈で選ぶショーツではないんですよ。なので、それは二の次ぐらいで思ってもらって、じゃあ一番は何で選んでいくのっていうところがヌプシショーツなんですけども、まずはね、これヌプシショーツならではっていうところはベルトのバックルですよね。これが他のノースウェイスとかにはないんですけど、このヌプシショーツにはバックルがついてると。で、このバックルのタイプってちょっと珍しいバックルのタイプなんで、グラミッチとかとはちょっと違うような感じですね。で、ドローコードでウエストを絞っていくと。で、前にもファスナーがついてて、両ポケットにもファスナーがついてる。この辺の仕様に関してはバーサタイルショーツには全くない仕様なんで、バーサタイルショーツにはここのファスナーもないし、両ポケットのファスナーもないので、より簡素化されたショーツっていうのがバーサタイルショーツで、よりもうちょっと手が加えられてるのがこのヌプシショーツと思っていただけたら大丈夫かなと思います。ただほんまはカラーが一番なんですけど、そういうところが違いではありますと。値段に関しては8800円なんですよ。で、バーサ系のミットとかも7700円ぐらいなのかな。だから大体1100円ぐらい高いんかなっていう感じはあるんですけど、それをこういう備品代って考えればどうなんかなとかって思ったりするんですけど、そんなんがあったり、あとレビューであったのが、これね、セットアップいいかもしれないっていう話があって、あ、セットアップねと思ってね、僕そういうおしゃれとか疎いから、セットアップとかっていう発想全くないから、なるほどセットアップねとかって思ったんやけども、そういう着方もあるよってことがあって、僕以前ヌプシシャツっていうのを長袖シャツ買ったんですけど、確かにそういうのと合わせると相性いいかなと思います。生地感がね、バーサタイルショーツの生地感ではまたないんですよ。ちょっと若干違う生地感で、確かナイロン100やった、そうですね、ナイロン100なんで、こうガシガシ切れるし、で、傷とか、そういう引っ掛けとかにも強いので、こう薄くて軽くて、もうめちゃくちゃ丈夫っていうところが、いかにもこうアウトドアっぽい感じになってくるんじゃないかなと思います。で、撥水加工とか聞いてたりするんですけど、撥水加工に関しては皆さんご存知だと思うんですけど、やっぱ洗うと落ちてくるっていうのが仕方ないので、もうバーサタイルショーツとか全く撥水もうなくなっちゃってるんですけども、そういうどんなアイテムでも撥水はやっぱ落ちてくるっていうところがありますので、そのあたりは、肉ワックスとかシュッシュって振って、対応するっていうのがいいかなと思うんですけど、そもそもこのショーツに撥水の機能をあんま求めてる人少ないと思うので、おまけ程度で思ってもらったらいいんじゃないかなと思います。後ろから見た感じとかはこんな感じですね。ちょっと今上上げておきますね。どれぐらいの丈感かっていうのが、一番ノースフェイスでこれバーサタイルで、なんか絨毯とかでミットなんか出さんと、バーサタイルショーツでこれをロングにしちゃって、こっちをショーツでミドルで出したらいいのにと思う。これ多分一番人気出るんちゃうかなと思う丈の長さなんですけど、丈感としてはそんな感じです。で、生地感としてよりこういうバーサタイルショーツの方がマット、質感としてはこうドライな感じの質感になってるんですけど、今回のヌプシショーツに関しては少しこう光沢があるような感じ、だからちょっとアウトドアっぽいというか、
と街中とかでは、まあ、意見交代はないんですけど、ちょっとよりアウトドア感が出るというか、スポーティー感が出ちゃうとは思いますので、そういうちょっと生地感が違いあるかなと思うんですけど、じゃあデメリットとは言いながら、これおすすめじゃないところもあるんですよ。それが何なのかというと、やっぱりね、多分皆さんそうやと思うんですけど、比べるんですよ。ノースフェイスのバーサダイルジョーズと何がちゃいますねんと、何がちゃうのって言われたりしたら、迷ってくるんですよね。ちょっと半人生だけども。だから、ヌクシショーツ開発した方には本当申し訳ないんですけども、残念ながらバーサダイルショーツ号ならずということですね。残念ながらこれは超えれませんでした。なぜかっていうと、これよりも1100円高いけども、良かったのは丈感だけっていうことで、僕個人的にはこういうバックルとか邪魔くさいんですよね。だから、確かにこの前のファスナーある のトイレするときすごい助かるっていう方もいらっしゃるんですけど、もうはっきり言ってこうなんです。バーサダイルショーツみたいにファスナーなんてもうこう行くんですよ、ね、男子トイレとか行ったとき。高速のパーキングとかで渋滞でみんなおしっこ我慢してなんか知らんけども、パーンってやってトイレするのはいいけど、その後手洗わないんですよ。あれちょっと何かしてくれる嫌なんですよ。ちょっと手洗わんと出てくるおっさん見たりしたら、おいおいおい手洗えよとかって思ったりするんやけども、あれちょっと日本人としてどうにかしていきましょう。さすがに手洗いましょうっていうのをクッションを踏まえた上で通じたいっていうところが僕の今回の一番の思いはそこです。何事もなかったのにこうやって行くおっさんおるけども、ちょっとあれ手洗ってくれよということで、だから残念ながらバーサゴにならずっていうところと、こういう細かいところっていうのが個人的にはあんまり必要じゃない。特にこういうアウトドアでサッと履いてサッと脱いだりとかするこうカジュアルな洋服にそこってあんまり必要じゃないかなって個人的には思ったりはするんですけど、まあ、ただおすすめの人はどういう人がおすすめかっていうと、やっぱりノースフェイスの中で一番丈感僕しっくりくるなと思うっていうのもそうやし、あとヌクシならではのカラーリングですよね。この2色パターンの配色、申し訳ない、これブラックやから何のこと言ってるか全く分からないと思うけど、一応画像出しておきますけども、そういう配色の違いっていうのを楽しめるっていうのもこのヌクシショーツならではなんですね。ただこの配色の楽しみ方わからんとか、よくこれがいいと思わへんっていう人からしたら、ヌクシショーツ買う理由っていうのが全くないので、まあ、そういう方には全く刺さらないんですけど、ちょっと例えば上とかが無地になるじゃないですか、夏場とかって。こういう白 T とか黒 T とかだけになった時に、あ、ちょっと黒じゃ面白ないな、単色じゃ面白くないなっていう時なんかはね、差し色として入れるっていうのも一つの手やと思いますし、まあ、ちょっとパンツで入れるの嫌なっていう人は、まあ、靴で入れるとかね、いろんな方法はあると思うんですけど、やっぱ白黒のモノトーンばっかりになったら、街中見てください、モノトーンおじさんばっかりから、白黒グレーネイビー黒グレーみたいな、そんなんばっかりやから、それやったらちょっと色足そうかなっていう人もいてると思うので、まあどこで色足すかは人によって違うと思うんですけど、そういうところでね、ヌクシショーツっていうのはそういう方にまあいいんじゃないかなと。まあショーツやったらまだ合わせやすい。やっぱ上に来ると顔に直で来るから、似合う似合わへんが露骨に出るけど、顔から離せば離すほど、まあ一応パーソナルカラーも僕ありますけども、顔から離せば離すほど色ってトライしやすいんですね。なのでショーツで柄物とか靴で柄物って結構行きやすいんやけども、シャツで柄物って相当似合わないと難しいってとこもあったりするし、色物とかも難しかったりするっていうところもあるので、多分それで男性ってモノトーンに行くと思うんですけど、僕もそう言って今モノトーンですけどね、そんな感じで、今日はお話をさせていただきました。まあ、久々にね、話関係ないけど、このダウンジャケットを着たい思いますけど、そろそろねまた秋冬が僕のシーズンって勝手に思ってますので、早く来てほしいなと思ってそわそわしながら待ちたいなということで、本日はですね、ノースフェイスのヌクシショーツを紹介してみたらどうかなってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。